はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルジョナサン・ジョースター編ですね。ジョナソンじゃないですね。ジョナサン・ジョースター編極上、こちらのフロアにですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、マンガロハンですね。取り込む経験、イカサマをつけてます。続いてナイフディオですね。血管愛してないのナイトラをつけてます。そしてスキルゲージ要因のネゴジー、ワークナイト、死神の世界、完全生物、角の思いをつけてます。こんなに一気に使っちゃっていいのかなとか思いますけど、牧場ですからね、大丈夫です。そしてシーザーですね。降臨シーザーついていきます。では参ります。もうナイフだけでね、倒していきましょう。いきなりゲージが足りないのでゲージを確保していきましょう。そして CS ですね。もう面倒なので CS で倒していきます。66ヒット、97ヒット、ここまであれば愛してないのでうまく変わりますね。さあ第2ラウンドですね。第2ラウンドです。ここは何も考えずにCS で終わりです。はい、99ヒット、すごいですね。ここはで大丈夫ですね。いいです。そして最終ラウンド、3ラウンドですね。ここもナイフで倒しちゃいましょう。一応近くまで行きまして、はい、倒してみました。おっと、ゲージがなぜか足らないような感じですね。関係ないっす、 CS 使えなくても関係ないっす。おっと、残って出ましたね。ストロハイムが残ってました。はい、プチクリアすることができました。ちょっと、過信しすぎた部分がありましたね。第2フロアに攻略できました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。次はフロアさんですね。極上のフロアさんを攻略していきたいと思います。ではラサバ対